俺はガルフ。ここから東の山の中ほどにある。よく来られた。大樹の村は貴殿らを歓迎しよう。お主らは今いる数で全員か？そうだが、他は敵とみなすぞ。すまない、あぐれていた者がいるようだ。私でも気を使う相手がいるぞ。わかった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おもてなしの第一歩としては十分だな。どういうことだ？来客を出迎えるというか。来訪者が友好を示すには何かしら手土産を用意します。普通の手順を踏まなければ普通の対応をしてもらえないものです。見張りのクーデルたちはあの兵に気づいていなかったのか？後で叱っておきます。お手柔らかに。では注意程度で。どうかされましたか？夜取りがすると。まあなんというか、剣の手土産と手ぶらの違いです。ワインは出さないつもりなのか？そうか。それを聞き出すのが目的なのだから。一人当たり2杯と制限されたのだが、ハウリン村とはどのようなところだろうか？人口のほとんどが獣人だ。ハウリン村は狩猟と採掘が中心の生活で、そこで新しい交易先を探しているところで。この村のことはどこで知ったんだ？魔王の部下の通達でだな。結局ガルフたちハウリン村の獣人たちは偽りなく友好的だった。物々交換の位置のようなものだ。本来なら双方の村で交互に位置を開くべきだが、実はここまで来るだけでもかなり苦労したんだ。クロたちに頼めば荷物くらい運べるか？鉱石を材料にした製品だな。逆にうちは食料品を求めている。それなら畑の作物などを出そう。手土産の件だが、実は昨夜手土産というものの意味を初めて知ったのだ。次回は必ず。そもそも手土産というものは物の良し悪しではなく気持ちだ。辛くしてハウリン村の位置に参加する日がやってきた。くじ引きの結果、村長の代わりは私が務めさせていただきます。ドライムがワイン一樽の報酬でみんなを運んでくれることになった。では行ってまいります。ワインよろしく村長。本当に来るのか？ガルフが交易を取り付けてきたんだ。ドラゴン、あれを見ろ。どうだった？全て交換できましたし、どれも好評でした。あっという間に人が集まって。今晩の食事でたっぷり飲んでくれ。ハウリン村の村長からこちらに何人か移住できないかと打診されまして、移住希望者は20人ほど、全員若い女性とのことです。このままでは村の将来がとても不安だ。若い男性を最低でも2人加えてくれれば全員受け入れると。私はジェナと言います。耐える覚悟で参りました。どうか見捨てないでください。寝床は用意できてる。しばらくそこで生活してくれ。心配しなくても追い出したりしないさ。10年後になればあるいは頼んだぞ。大樹の村の未来を。